私はヤマハに入社してすぐに打楽器の開発チームに配属になりまして、マリンバやビブラフォンなどのマレットパーカッションの設計担当をしていました。その後にドイツに、リサーチ&ディベロップメントっていうことで駐在になりまして、また日本に帰ってきて現在打楽器の開発チームにおりまして、もう34年打楽器の業務に携わっています。ティンパニの開発では元ウィンフィルのローランド・アルトマンさん、元ベルリンフィルのライナー・ゼガスさん、フィラデルフィア管弦楽団のドン・リウチさんなど、この仕事を通して世界のオーケストラの一流プレイヤーの方々と製品作りに関わることができました。まだ打楽器の経験も知識もない頃なんですけれども、ジュネーブのコンクールでちょうど打楽器の部門が開催される年に、私がそのコンクールのサポートで入ったことがありまして、その時に同世代の方々が演奏するのをずっと聞いていて、打楽器って面白いなっていうことに初めて気づきました。私は楽器だけでは人を感動させられないと思っています。演奏者の素晴らしいパフォーマンスとそれに応える楽器があって初めて人を感動させることができるかなと思います。どこまでアーティストの音楽で伝えたいことに共感できるか、どれだけお手伝いができるか、寄り添えるかということを常に頭に置いて、アーティストの皆さんと一緒に商品を開発してきました。これからもまだまだやりたいことがいっぱいあるので、そういう楽器作りをしていきたいなと思っています。